はい、青春秘密基地、今回は五郎津の昔話店内編ということで、店内についてのね、ちょっと昔話の方をちょっと昔の記憶を紐解きながら話してみたいと思います。20年以上前からね、ちょっと自分の方は並びの方に参加しているので、その頃のね、こう実際店内でのやり取りが、まあ、現在とね若干変わっているのかなということを感じていますので、そちらの方を今回はお話ししていきたいと思います。また以前ね、20年前後前の並びのね変化についての動画の方もアップしていますので、まあ五郎津の昔話シリーズといった感じなので、そちらの方の動画の方もチェックしてくださったらと思います。それではね、実際店内の方なんですが、約ね20年ほど前はね現在と若干違っていたのかなと思います。店内のレイアウトとか雰囲気とかね、商品に関しては、やはり20年前もね、一切変わっていないと言っていいでしょう。何がね、若干変わってるかというと、やはりね、接客方式ではあったんですが、今ほどね、一人ずつにね、時間を割いての接客ではなかったんじゃないかなと思います。また買えるアイテムなんかも、やはりね、現在はね、引き出しアイテムというようなものがあったり、オーダーやカスタムなどね、様々ね、その人を見ながら、その人に合ったレベルのものを、やはりね、お店のスタッフの方が、やっぱりこう、お客さんを選びながら、今選択しながら、ものを出してくれているといったような条件があるかと思うんですが、まあ、レギュラーアイテムに関してはね、やっぱりね、大体誰でも買えるといったような状態ではあるんですが、それ以外のね、レア物のアイテムというものが非常にね、入手困難になっているのが現在のご老人の状況じゃないかなと思います。ただ20年前というと、そういったことはなくね、基本的に店内にあるものは、まあ、誰でも買えるといったような印象だったかと思います。なので、並びの方も、人はね、かなり長くのね、長蛇の列ができていても、現在のような進みのね、遅さではなかったかと思います。もっと割とサクサク進んでいくイメージではありますね。現在はね、やはりね、こう、5、6人で入っても1時間ぐらい出てこないということは、まあ、ザラな話なので、そこまでね、やはり一人ずつに、やはり接客スタイルとして、こう、時間を割いての接客の方に現在はなっているんですが、その当時は、そのお店に入った時点で、様々なアイテムの方が陳列されていて、そちらのアイテムはね、どの方でも欲しいものを言えばね、まあ、サイズとかがあれば、買えるといったような状況だったので、まず店内に入ってね、自分の欲しいものがあるかどうかを確認して、欲しいものがあればね、そちらの方をスタッフさんに言えば購入できるといった形だったので、なければね、まあそのままもうない時点で帰っていくといったような感じなので、特にね、これがありますかないですか、まあ聞くこともありますけど、ちょっとまだ今できてないですねとか、用意ないですねっていう感じはね、やはり皆さん均等にそういった受け答えだったので、こう人によってはね、こう用意ありますよとか、出ますでないといったような印象ではなかったかと思います。そういったことからね、店内に入って自分のお目当てのものがあるかないかがね、一目瞭然で分かりますし、それがない時点ではね、もう諦めるしかないし、まあその中で欲しいものがあれば購入して帰るという形なので、店内でのね、スタッフさんとのやり取りの時間というのは、そこまでね、現在のようにスタッフさんとのね、コミュニケーションの時間が長くなかったような気がします。ただね、トップの組み替えとか、まあそういったことの工程は変わらないので、そういった面でのね、時間というのは、やはりね、それなりに一人当たりかかってくるんですが、まあ引き出しアイテムとかレア物、カスタム、オーダー物、そういったものがね、やはりもう少し昔は人を見てというよりはタイミングだったんじゃないかなと思います。ただね、その頃はね、現在レア物とされているものも、非常にね、レギュラーアイテムとしてお店の方に並んでいましたし、まあ特にね、これがレアとかレアじゃないというよりは、まあたまたまそれがあったりなかったりという感じで、まあ、サキキンフェザーなんかはね、ほぼレギュラーアイテムでありましたし、サキキンのリングも結構見かけましたし、まあフェザー関係のリングですよね、ダブルフェザーとかも結構店頭で見ることもあったかと思います。そういった感じでね、現在のこう、レア物と当時のレア物とはまた結構変わってきているので、また当時自分がね、まあ通い始めた頃なんかは、当時ね、シルバーアクセブームがあったこともあって、シルバーの方の人気の方は非常に高かったんですが、それと同時に全金のアイテムの方は非常に人気がなくて、やはりね、店内の方に売れ残っているといったような状況だったかと思います。値段の方もね、やはり全金アイテムということで高価になりますし、なおかつね、やっぱね、その当時の感じでいくと、金というとなんかね、おじさん臭いというか、親父臭いといったような印象が非常に強かったので、店内の方にはね、ハートホイールフェザーとか、まあプレーンフェザーのね、関係なんかは結構ね、全金アイテム売れ残っていたのを覚えています。で、当時ね、そういった状態で、まあ自分もそんなに欲しいものがない時に、全金アイテムを買ったものが現在になったので、非常に重宝していて、ほとんどね、今はね、こう、店頭で見かけることもないので、当時ね、実際もっと買っとけばよかったなとか、非常に後悔することもあるんですが、まあそういったことは結構ご老津あるあるで、あの時これを買っとけばよかったなとか、まあ今ね、思ってね、悔やまれてる方もね、非常に多いんじゃないかなと思います。
そういった感じでね、結構店内の、まあ、ラインナップというものも現在とね、こう当時とはだいぶ違ってたかと思います。パイプビーズ一連なんかも普通にね、ある時ではね、こう今でいう財布が置いてあるところですよね、ショーケースの下の部分ですね、そちらの方に陳列されていることも何度か見たことありますし、そういったことからもね、今ではオーダーになっていたり、そういったレアなものでも当時はね、普通に売られていたことを記憶しています。そんな感じでね、やはりね、店内の雰囲気とかアイテムは変わってはいないんですが、若干ね、そういう店内でのやり取りとかレアなもののね、違いなんかっていうものは20年かけてね、徐々にこういろいろ違いが出てきているのかなといった感じを受けました。ただね、自分が感じるところによりますと、まあ様々ね、そういったかね、微妙な店内での違いが出てきているんで、こう変化もありますし、こうアイテム自体は変わらないです、店の雰囲気も変わらないんですが、足を運んでいる回数はね、行けば行くほど増えていくんですが、もう一つ変わらないことが一つあって、やはりその新鮮味ですよね。こう自分もね、細く長く通っているんですが、いつ行ってもやっぱ新鮮味があるんですよね。お店の雰囲気も店内のね、こうスタッフさんも商品もほぼほぼ変わっていないんですが、いつ行っても新鮮に感じるの、これなんでなんですかね。これがまあゴローズの最大限の魅力と言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、といった感じで今回はゴローズの昔話ということで、店内のね、雰囲気の変化についてお話ししてみました。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。